全電下付国庁跡は、栃木県栃木市田村町、宮の辺に所在する、律令成果の地方国庁跡である。1982年10月12日に、国の史跡に指定された。本国庁跡は、田村町の宮目神社境内付近である。下付国府跡の発掘調査が1976年から始められ、4年時の1979年に、 国庁跡が確認された。国庁跡前傾中央に前田。左右の脇田跡には藤棚。発掘調査から、国庁範囲は一丁区画を持ち、周りを堀で囲み、中央に前田。その後方に正田を配置し、前田の東、西に長大な、南北東の脇田を退治させている四周の各辺の中央に門を設けていた。南門からは幅メートルの王子が、 南方に向かって布設されている。南王子である。この王子に面した西側に建物群が塀で囲まれている。看画施設である。前田は正面七間、側面二間の規模である。建て替えられている。こうした建て替えから大きく四つの時期に分けられる。一期は8世紀前半代二期は8世紀後半頃から同末頃に消失した、三期は九世紀代が中心。 4期は10世紀に入って間もない頃まで機能していた。国庁内外から出土した遺物は県立博物館に展示されている。下ヤ国府域全体の発掘調査は未だであるが、東西5町、南北6町程度の広がりがあったと推定されている。ありがとうございます。